どうもー、世界数少ない100億人のカラコンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、1111、11月11日の朝です。朝です。今日から栃木で、打っていきます。うん、はい。でもね、寒くて大変ですけど、行かなきゃいけないんで、ね、ちょっと雨も降ってんだぜ、今日。何マジか。まあ頑張っていきましょう。はい、今日はめちゃくちゃ大事な一日だと思ってますんでね。うん、今日でも栃木のまあ状況がもうね、まあ、分かれてたおぎさか、はい、まあそんくらいの気持ちでいきますよ。はい、行きましょう。なんか意気込みとか目標あればお願いします。意気込み、はい、今日の意気込みは、動画の撮影を忘れないことです。はい、まあ、たまに、ね、させてくれる店もあるんだよね。させてもらえたらいいですけどね。福島では全然OK だったんですけど、うん、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。行きます。どうも、はい、11月11日、はい、はい、両沢翼の誕生日です。はい、そうなんですね。知らなかったよ。はい、11月11日といえばみんなそう思いますよね。あー、そうなのか。これ世間知らずだと。はい、すいません。それ以外特にないですよ、別に。あ、そうそう、はい。今日の結果発表。はい、はい、今日朝から行きまして、行きましたよ、はい、何を打ったか、まずそこから皆さん知りたいと思うので発表お願いします。出た、俺が一番苦手なやつ。はい、朝一番で打ったのが、はい、まず、うん、北斗無双です。北斗無双319打ちました。はい、はい、打ちました。北斗無双打って意外とまあ鍵回んねえなっつって。そうですね、思ったより回らなかったですね。まあ、20回ぐらいだったかな。だからね、もう少し欲しかったけど、僕は、うん、で、はい、北斗無双を打った後に、うん、刑事四国、刑事四国打ちましたね。打ったね、はい、刑事四国打ちました。はい、刑事四国はまあ、結構出ましてですね、はい、僕打ってた台が、表記2万3000発ぐらいだったかな。うんうん、一撃で出て10連ぐらいしましたね。うん、最高に10連っていうか10連しま、10連ですよね。まあ、10連かな。今3000連調子いいんじゃない。うん、23000。23000だったら多分ひねりめっちゃ効いたからね。あ、そうですね、ひねりも上達しましたね、またね。うん、毎回2500発くるようになったからな。ああ、ワンボーナスで。うんうん、もっといってたか。うん、いや毎回ではなかったけど、まあ、あ、そう、はい、10個目弱くで10個目12個目強くで基本ってされていってるんですけど、うん、今まで西村さんが10個目が左に行っちゃったら、あ、11個目だけを1個だけ強くしてたんですけど、それをまあ、その場合左に行っちゃった場合はもうしょうがないので11個、あ、もう1個右にやってくださいっていうふうに言ったら、はい、まあ、左が全く引っかからなくても、オーバー認証して入る時もあるじゃないですか。あるね、あるね、あったあった、はい、あったあった。僕は見てるんですよ。ちゃんと見てるんですよ、僕は。ありがとうございます。はい、だからそこをちゃんとできるようになったので、また一つレベルがアップしたかなとは思います。ありがとうございます。はい、あとは、まあ、電柱途切りさせて、ね、へそ消火させちゃってた時があったので、それは気をつけていただきたいなと。そうですね。いうところですね。特に100回超えるとね、消火スピードが速くなって、もうスーパー行ったらもう当たりなので、うん、だから、もうよりまあ2個2個打つのは基本、ロングの時は2個4個とか僕は打ちますけど、うん、100回超えたらもう ほぼ打ちっぱ状態ぐらい、うん、まあ止め打ちはしますけど、うん、ほぼ打ちっぱ状態ぐらいで電池途切れさせないプラス、なるべく時短終わった後に100回目に、うん、時短終わった瞬間に、核兵が核めた瞬間に電サブを全部貯めて終わるっていうのを意識するためになるべく多めに打ち込んでいくとかいうのをやっていただければなと思います。勉強になります。はい、次は何ですか。刑事の何やったっけ、うん、刑事の後は、はい、エヴァ、あれ、エヴァの前に何か言ったの。エヴァの前ありますね。あるよね、はい、エヴァの前に打ったのがバイオだ。あ、そう、バイオハザードしましたね。バイオハザード、僕が一回当たってね、いきなり
25% しかない2400個引いたんですけどね、うん、はい、即落ちでやられてましたね、やられてましたね、うん、はい、そうで、バイオ打って、エヴァに行って、うん、まあ、バイオもエヴァもね、あんま回んなかったんですよ、ね、そこもそうっすね、エヴァも、もう全然でしたね、トーコボードは20なんですけど、18ぐらいしかなかったかな、うん、はい、でしたね、うん、で、エヴァ打って、はい、エヴァもダメだなってなって、うん、次何やったっけな、エヴァの次、はい、エヴァの次が最後か、北斗セブン、いやいや、あ、違う、ギフドド、ギフドド、エヴァの後、はい、その前ありますけどね、エヴァの後、はい、ギフドドの前、うん、え、何やったっけ、はい、その前は僕は冬空の生ジュって、西村さんは あの偽物語だ、あ、あれ偽物語ってことね、化け物語じゃない、偽物語か、偽物語そうです、うん、暴れジュですね、そうだ、暴れジュったんだ、はい、それもあんまり回らないし、うん、冬空もね、うん、なんだろう、もう冬空の玉増やせるんですけど、ちょっと削ってて、まあ、そんなに増えない、うん、からちょっとあまり意味ねえなと思って、うん、やめた感じですね、はい、はい、で、ギフ堂々打って、うん、はい、そうね、ギフ堂々打って、ギフ堂々はまあ10日ボードは超えてる感じだったけど、21.5 ぐらいかな、うん、だったので、うん、ただもうちょっと欲しいなって感じですね、うん、うん、1日打てるだけじゃなさそうだったけど、そうですね、うん、で、ギフ堂々打って、うん、北斗セブンですよ、はい、はい、ホットセブン打ったけど、カラコちゃんだけ当たったかな、単発というかも確変で当たったんですけど、すぐ転落したと、また龍拳出てきて、龍拳出てきて、龍拳ばっかりやろ、うん、俺は何も当たらず、うん、で、回転数もどうだったら21ぐらいあったのかな、うん、確か、うん、まあ、でも微妙だねっつって、で、やめて、はい、最後何か打ったの、北斗セブン、あ、でも最後、え、違うな、もう一個あるな、もう一個あるの、いや、終わりか、いやいや、北斗エイトでしょ、最後、あ、エイトな、そうだ、エイトも打ったか、エイト、あ、打ったな、打ったな、打った、エイト結構時間取って打ってましたよ、はい、確かに、はい、そう、打ってました、感じで、いろんな台をやりましたね、うん、打ち散らかしたね、なんかね、うん、はい、で、今日は僕が思ったのは、いやちょっと僕の自分の実力不足と、まあ、同時に、まあ、勉強できたなっていう感じの一日だったんですけど、へそがどの台も結構空いてるんですけど、全部まあ風車上だったり、その風車上のなんですかね、アウトサイドに向かっていっちゃう釘とかを、うん、ちょっとずつ削るんですよ、うん、お店が、いやらしい感じだったね、いや、そう、なかなかやらしいって、やらしいっちゃやらしいけど、うまい調整してくるなっていう感じで、まあね、うん、だからね、自分が持ってる回転数、うん、こういうの回るじゃんと思ったんだけど、そこまで回らずっていう感じでしたね、うん、だったね、風車にたどり着かず外に落ちちゃうやつめっちゃいっぱいであったよね、そうっすね、イメージ的にね、うん、そうですね、うん、だからちょっと、まあ、勉強になりましたな、うん、はい、でしたね、です、はい、うん、で、まあそこは結構マイナス収支になっ、まあマイナスいくらぐらいでしたっけ、その店で、ね、投資が3万ちょっとしちゃう、3万ぐらいで回収が、うん、多分3000何玉ぐらいだった、ああ1万7000ぐらいマイナスだったのかな、じゃあ、うん、はい、だったんですけど、2店舗目っていうか、まあもう、あ、あのホールチェックして帰ろうっていう感じで、うん、2店舗目行って3店舗目行った時に、うん、たまたま AKB3 の、右打ちャンプを見つけた、すごいよねまた拾って、はい、で、これが一撃で1万約7000発かな、1万8000発かな、はあ、ぐらい出ました、はあ、めっちゃ出たね、ほんとに
初回は AKB はブーストアタックは絶対つかない、あのコアテラッシュは絶対つかない仕様になってるので、うん、ただ16ラウンド2400発だったかな、2400発引いたんですよ。もうその時点で、残り100って書いてますけど絶対確変なんですよ、うん、一番おいしいところ引いて、うん、その確変中に、うん、おとつじゃないか、なんかブーストアタッカー背負った女の子を捕まえて、うんうん、そっからもうブーストアタッカー連チャンがもう6連ぐらいしましたね、うん、すごいね、ホークトエントで言うところのでしょ、あの究極ラッシュ、究極、そうですね、極限ラッシュか、そう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 、だからね、うん、もうずっと弾いてるみたいな感じですよ、うん、よかったね、結果プラスね、4番円まで持ってこれたんですよ、はい、それ素晴らしいね、もう今日負けたわと思ってたもんね、最後まで諦めちゃダメですまあそうな、そうな、じゃあ日本代表もね、まあ、見えてないですけど、オーストラリアに逆転勝ちしたみたいですね、はいはい、最後まで諦めちゃダメですよ、あ、ラグビーの話でしょ、ラグビーじゃねえわ終わってるわラグビー野球ですよ、野球な、好きね、ほんとね、おめでとうございます、はい、うん、ってやっとかないとですかね、はい、あとの何か報告あります、報告ですか、報告、まあ、特にねえな、まあ、なんか僕が学んだこと、ああ、うん、いいですよ、うん、としてはあのまあ加納ちゃんと近しい話なんだけど、まあ、釘、はい、俺もなんか1ヶ月ちょっと、まあ、一緒にいて、うん、釘もこうちょっとずつ見れるようになってきたなと思ってたんだね、うん、あのへその部分で、うんうん、でへそを見て、でエヴァがこう開いてんなと思って、で風車の上とかもちょっと見た時に、はい、まあこれ削られてないんじゃないって思っておすすめして座った結果、まあ回んなかったんですよね、はい、うん、あの時にあのまあ最初だからしょうがないんだろうけど、はい、まあ、俺もまあカラコちゃんと一緒にっていうかカラコちゃん以上に、うん、釘とかその辺はちょっともっと勉強しなきゃいけないなっていうのを強く思ったっていう話ですね、はいはい、あれでね1時間もったら1時間無駄になるわけだからさ、そうですね、うん、もうちょっとでもね精度上げられたらいいなっていう、まあ、僕は正直言えば全然釘良くねえなと思ってたんですけど、まあ、結構今日珍しく渋さんがこうご了承してたので、はいはい、まあね、あの、はい、親のつもりでそう、まああると思ったんだけどな、ご了承って感じだったんですけど、うん、まあダメでしたね、うん、はい、うん、頑張ります、そんな感じですね。だから今日1点本目は僕がホールチェックしてて、いいなと思ったんですよね、まあ、まあしっかり全部見てなかったんで釘チェック、まあ、言ってしまえば、うん、ただ今日ね全部の釘へそ以外の全部の釘をちょっとずつ削って回さない仕様だっていうのが分かったので、うん、ちょっと雲行きが怪しくなったかなという感じですね。10連泊取った後にね、うん、ホテルをね、はいはい、まあ大丈夫です。でも2番候補、3番候補あるんで、うん、はい、そうね、そこもダメだとしても宇都宮はいろいろ楽しいことができる街だと聞いてますんで、お、そうなんですね、はい、うん、まあ、それをじゃあ期待しましょう、うん、はい、はい、そんな感じです、はい、チャンネル登録者数600人超えました、ありがとうございます、あ、そうね、超えて超えたこのタイミングでねそうね、はい、超えました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ただ、ダルビッシュ有は、なんだっけ、YouTube 投稿を始めて、どんくらい ?1 週間で、40万人ぐらいだったっけうん、嵐は、YouTube チャンネルを作って、2ヶ月ぐらいで350万人ぐらい比べる対象がない、もうすでに著名人有名人だ、しょうがない、これが現実ですわ、はい、ちょっと続きましょう、はい、そうしましょう、はい、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、じゃあバイバイ、バイバイ、チャンネル登録してね
か